こんにちは、こんばんは、です。今回は白の塔の32回ですね、やっていきたいと思います。さっきやってね、最後、バトルさんかなで、損傷庫を置くか、アイデストロムを置くかっていうところの選択ミスでちょっとやられちゃったので、これでも動画ちょっと面白いからやろうかなっていうことで、今撮ってるんですが、とりあえず竜が強いということで、こんな感じで行こうかなというふうに思います。アンデッド、こっちのアンデッドゴマを入れるだけ入れてみて、であとは結構ね S ゴマが入るなという感じだったのでやっていきたいと思います。行きましょう。こっち、とりあえず普通にやってて、で最後はいわゆるプレミーってやつだよね、やられて、面白いステージだな、動画撮ろうって感じなんだけど、でも全体通じてでも楽しいよね、あの白の塔ね。はい、でここはそんなに、そんなにていうか毒はないのかな。ここは怨念ですかね、これね。はい、なのでコンボスキル強いやつやって、エルザはねスキルマじゃないんだけどね、全く昔引いたエルザだと思うんだよな。ほんでこいつラーニがスキルマじゃないんですよね。結構ねラーニ出て食べさせて、ラーニ出て食べさせてってことはやってるんだけど、なかなか上がってくんない。 OK でこの子は、決戦イベントのねガルロス、この子は本当に強いのでおすすめですね。でここはね別になんだろう、呪いがかかってる子を捨てなきゃ捨てなきゃっていうのはあんまり思ってないかな。あまり次のステージで一応アンデッドを置けば超絶回復してくれるのでって言っても、呪いは痛いけどね、痛いっちゃ痛いけど HP がだって2万いってるんだね。そうか、 S ゴマを大量に入れられてるからか、いつもよりね。あ、ここで毒来てるね。そういえばボルクス、こいつね。はい、で終わらせましょう。アイデストルムね最近使えてないからね、使ってないからね。でも強いんだけどね、普通に強いんだけど。はい、バトル2行きましょう。バトル2か、ここは必須だね、アンデッドね。ヨシノ欲しかったこの人。左上から5000ですね、事件で、これ1万2000かな、次3万ぐらいだったっけ、3万で5万と、いわゆる死ぬよね。なのでバグかけるか、さっき一応ここ置いて右に打ってくれたらバンバン剤かなって感じですね。右に打ってくれたらバンバン剤です。でアズが後半にも1枚出てくるかな、一応見てやってないからわかんないんだけど。はい、2ターン耐えなきゃいけないんだけど、このターン耐えればいいのかな、このターン耐えれば OK。 はい、で吉野でねアップしてるからこっち置いたんだけど、上でもいいかな、こっち置きたいけど、こっち置こう。はい、この子のコンボスキルはここではあまり使わないかな。だけど最終バトル、バトル3かなの永続 1.3 倍、この子ね、サマーリンゲかな、この子は強いね。はい、でアンデッドマラなん出てるんで、このままこの子は観念は希望のダガチャだったかな。ちょっと画面が止まっちゃったのでカットしております。ベノマジ置いとこうかな。ほい、とりあえずここまでには倒せるでしょうということで、一応ね出てくる駒
は一応確認はしてないので、まあどんな感じなのかなって。アズがね、そう次で出てくるのかな。まあ順番はね異なる場合はあると思うけど、いってこれ結構痛いね。でさっきやった時なんだけど、相手の HP が1500ぐらいだったのかな。でこの子がいたから、で HP が9000ぐらいだったのかな、忘れちゃったけど。でこの子置いてこいつの吸収してから倒すみたいなことしたんだけど、結構それ大事だね。オッケー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 。でこれで倒せなくても、例えば HP が今ない状態の時とかね、これで回復しておいて、で次で倒すというのがまあいいのかな。でマックスの状態で突破する。エルザこういうところでね、大切になってくるね。白い塔とかね、あのスキルマにしておく意味っていうのかな。はい、行きましょう。バトル3、気をつけて、プレミスには気をつけて。ここねサマーリンゲ来てくれたらねめっちゃ嬉しいんですよね。来てくれなかったぜ。てかアンデッドこんな来ちゃったよ。右上、50% かな、サンタネと 50% デバフの1000スタートの500ずつ上昇ですね。オールド捨ててこっかな。火力出せる子はエースコマがね結構入ってるんで、火力出せる子は他にもいるんで、最終的に右上かどっちかにこうコマを置いて、 F かな、 F2 か F5 のどっちかにこう間にポコって入れてつなげるっていうのが最終的なのかなとは思うんだけど、そこに置かれたの初めてだな。まだ2回目なんだけどねこれやったの。あまりそこ置きたく、ここでいいやん。で横に来てもらって、あそっち、これね怨念結構痛いかもしれない。なるほど、ベノマチ捨ててこう。ベノマチ捨てます。ベノマチ捨てて、まあ本当だったら孫昌光を右に入れたいんだけどね。時は来たれよ。で後半にアバドンがもう一回出てくるのかな、なのでそこは注意。でもまだ回復はできるから、こういて HP が高いんだなこれ。ほいラドラー、これ右上に入れましょうか。孫昌光を入れよっかな。あと一旦か、強いやつ入れて、オルロ、なるほど。でも入れちゃっていいか、入れます。ここに、はい、これであとは強い子までつなげれば結構ね削れるんじゃないのかなと。あそれそうだね、中に入れちゃってでアラジンのでコンボできるね。超絶ブンブンいくか、超絶ブンブン。吸収チューチュー、今ちょっとエラー起きちゃってカットしたんだけど、俺何もチューチュー言ったんだろうなと思ったんだけれども、やっていきましょう。なんで言ったんだろうね。オッケー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 。ここでねラーに引けてるの大きいですね。多分倒せるかな、ギリ行ってないね。オッケーオッケー。これねアリバはね、まあ、前回もお話ししたんですけど、単発ドリームでね
きましたよ、まあ、来ましたね、アバドン引けたよって言ったんだけども、あのね、アリババ引けたのめちゃくちゃ大きいですね。アリババが出た時に欲しいって思ったキャラだったんだけど、めちゃくちゃ大きいですね。で、これで繋げて終わりですね。はい、ありがとうございます。面白い、楽しい楽しい、ありがとうございます。で、改めましてデッキを見て終わりにしましょう。はい、で、経験値がいいね、ありがとうございます。今回使ったデッキがこちらでございます。コストが229のコストなんだね、まあ、これも HP2 万いくね、これ S ゴマ入れてるんで。で、とりあえずそうだね、アンデッドでいう、アンデッドで本当に欲しい駒をピンポイントで持ててよかったね。孫昌光、まあ、左上、左下がラーニーで、その隣にベノバジだね。ここ持ってるか持ってないかだよね、まあ、最低でも2つかなあと思うので、あとラーニーがスキルマじゃないっていうのがちょっと痛いけどね、痛いけど、まあ、とりあえずここと、であと B ゴマのカンネかな、あと他にもなんかあのちくわみたいなやつだったりとかですかね。で、そこら辺をとりあえず編成して、デッキ組んだら、あれコスト全然あれ余ってるんだけどっていうので、こう S ゴマに変えて変えて変えてってこんなね、感じになったんだけど、どうだろうね、まあ、サマーリンゲはラスゲのずっと 1.3 倍かかってくれるのが強かったかなと。一番最初やった時ね、動画じゃない一番最初でやった時よくで、ミュウにもね普通に強かったかなって感じかな。で、アリババは強いで、オルは両方とも強いんでって感じかな。で、イルザは使いやすいですね。はい、ということで今回は、白一等の32回ですね、挑戦してみたんですが、どうだろう、あ、33回はやりたい。33回ではね、なんか HP バカお化けみたいなやつだと思うので、33回はねちょっと最初からやろう、多分33回かな、やろうかなと思っておりますし、思ってたので、やろうかなというふうに思います。で、35回はクリアできねえわ、まず挑戦できないんだ35回。あ、そうだ、あ、つらいでね、来月はできるんですよ、来月はできる、つらいね、そ、なるほど、そういうことか。はい、まあ、とりあえず33回、次ですね、ちょっと大丈夫ですか、これ締めの時にちょっとエラー起きちゃったけども、33回ね、頑張っていきたいと思います。チャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録は画面左の登録ボタンからお願いします。この動画に関連する再生リストは真ん中の再生リストをクリックかタップしていただくと見ることができます。その他にもいろいろな動画を上げておりますので、ぜひご覧ください。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。